どうもドントテレビ新井です。今日は長崎県にある軍艦島を見ていきます。軍艦島は今からおよそ100年前くらいに石炭がたくさん取られていた炭鉱の島です。2015年には世界遺産に登録されています。もともと何もなかった島なんですけど、石炭が取れると分かってから島の開拓が進んで、多くの人々が移り住んで軍艦島の炭鉱で働いたのです。軍艦島から掘り出された石炭を使って日本は大きく発展したわけなんですけど、無理やり何もない島を開拓して炭鉱を整備してアパートをたくさん作って人をたくさん移住させてという形で出来上がった、言ってみればいびつな人工島なわけです。そんな軍艦島を見ていくと、昭和の日本人の野心やたくましさはもちろん、急速な経済成長に伴う日本の闇も見えてきます。詳しく見ていきます。軍艦島は長崎県の南端、長崎半島の海岸から約 5km くらいのところにあります。楕円形の島で、長い方が 480m、 短い方が 160m で、島の外周は 1.2km ほどの小さな島です。東京ドーム 1.3 個分くらいの広さです。もともと今よりもっと小さな島だったのですが、6回も埋め立て工事が行われて現在の形になりました。軍艦島と呼ばれるのは見た目に由来しています。楕円形の長細い島にたくさん人が住めるように背の高い四角いアパートがたくさん建設されたことで、海から見た時に島のシルエットが本当に大きな船のように見えるのです。それでいて炭鉱からは黒い煙が上がっていて、まさしく軍艦、軍が使う大きな船そっくりの島だということで軍艦島と名付けられました。軍艦島というのはこのように開拓が進んでアパートができて後から付けられた一般的な呼び名なので、正式には羽島と言います。軍艦島から石炭が取れるぞというのは江戸時代から分かっていて、漁師などの個人で船を持っている人が石炭を取りに行ったりしていたんですけど、何しろ個人でやってきているので細々石炭を取って細々持ち帰るという感じでした。というのも軍艦島があるこの辺りは台風が頻繁に来るので、石炭を掘るための設備とかを整えても台風にやられてなかなかうまくいかなかったのです。なので軍艦島からは石炭がたくさん取れるということが分かっていながら、採掘はほとんど進められていないという状況でした。そんな軍艦島で大々的に石炭の採掘が始まったのは明治時代になってからです。明治23年1890年に財閥の三菱が国から軍艦島を買い取って、完全に軍艦島が三菱財閥のものとなります。財閥とはいろいろな業種の会社を運営して利益を上げて、その利益でまた新しい事業を始めてまた儲けてというようにして財を成した超お金持ち企業グループのことです。そんな超お金持ち企業の三菱が大量の資金をつぎ込んだことで、大規模に炭鉱を掘っていくための設備が一気に整えられました。こうして三菱の手によって軍艦島が炭鉱都市となる基礎が出来上がったのです。石炭って当時は黒いダイヤとも呼ばれているほど貴重で、本当に石炭ありきで日本の産業が成り立っていたと言っても過言ではないです。特に軍艦島から取れる石炭は質が高くてかなり重宝されていました。そんな石炭が大規模に採掘されていたわけなんですが、具体的には洞窟に石炭の層があるので、そこをツルハシとかでガンガン掘っていって、取れた石炭を洞窟の外に運び出してという作業の繰り返しなわけです。じゃあどんどん穴を掘ればいいだけかという感じがしますが、地下に穴を掘り進めていくというのは一筋縄ではいかないんです。掘った穴から水が湧き出てきて、そういった水を排出するための排水管の整備が必要だったり、他にも掘った地層からメタンガスがすごい出てきたりします。メタンガスは爆発しやすいので、そのまま作業をすると危険です。なので洞窟の入り口に大型の扇風機をつけて洞窟内の空気を循環させたりとか、炭鉱を一つ作るってなったらその周りに様々な設備を充実させないといけないんです。また軍艦島は小さな島に炭鉱と住居が隣り合わせになっていたので、防音対策も必須でした。消音機が設置されていて、炭鉱を掘る音やいろんな機械の動く音が消されていました。なので炭鉱が一つあると、その周りにいろんな設備を揃えないといけなくて、石炭を掘るための穴が開いていて洞窟になっているというだけではなくて、穴があってその周りをさまざまな大型機械が取り囲んでいて、大きな工場のようになっているのです。地底の大工場とも呼ばれていました。そんな地底の大工場は24時間稼働していました。0時から8時、8時から16時、
16時から24時の3交代制で常に誰かが炭鉱で働いていたのです。軍艦島はとにかく石炭を採掘するための島だったので、炭鉱中心に町づくりがなされています。炭鉱は波が比較的穏やかな島の東側に作られました。軍艦島に暮らす人々の居住スペースは波が荒れがちな西側に作られていました。波が島に当たって水しぶきが上がるため、軍艦島の西側の建物の窓は小さめに作られています。炭鉱で石炭が取れないことには軍艦島の存在意義はないわけなので、炭鉱第一、住民第二という感じだったのですね。軍艦島で働く労働者は基本的には住み込みでした。三菱が国から軍艦島を買い取って、三菱主導で島の開拓を進めていったので、住居はすべて三菱の社員寮でした。この社員寮が破格で、家賃に電気代も水道代も全部込みでめちゃくちゃ安く住むことができました。当時で家賃が10円ほどでした。今の物価に換算しても本当に100円とかそのぐらいで住めたのです。それでいて炭鉱労働の給料も高かったので、多くの労働者が集まってきたわけです。軍艦島が一番栄えていたのは昭和30年頃で、5300人もの人が住んでいました。東京ドーム 1.3 個分くらいの広さしかない島に5300人というと、ものすごい人口密度でした。今世界で一番人口密度の高い都市はバングラデシュのダッカなんですけど、ダッカで1キロ平方メートルあたり3万人くらいで、軍艦島は1キロ平方メートルあたり8万人くらいだったので、ダッカの2倍以上、ものすごい人口密度だったことがわかります。しかも軍艦島って半分弱くらいが住宅用じゃなくて炭鉱で作業するための工業用地だったので、半分弱くらい人が住むようなところじゃなかったんですよね。人が住んでいたのは島の 60% くらいのところなので、実際に人々が住んでいたところの人口密度はもっともっとすごく高かったんですよね。めちゃめちゃ人がたくさんいるのに島が狭いとなったらどうするかというと、超高層の鉄筋コンクリートのアパートをギチギチに建てるわけです。9階建てのアパートとかたくさん建てられたんですけど、そこまで高い鉄筋コンクリート作りのアパートは当時の東京にもありませんでした。日本で初めて鉄筋集合住宅が建てられたのが軍艦島なのです。所狭しと建物が建っているような感じだったので、軍艦島内はすごく複雑な道が多いんですよね。軍艦島の道は迷路みたいになっています。それでいて建物同士が渡り廊下でつながっているところがあったりとかして、まさに迷宮のようになっています。海の上の小さな島に最先端の建築技術でアパートがどんどん建てられて、炭鉱は24時間煙を上げている、炭鉱があってそこで働く人が住んでいるだけの味気ない島だったのかと思うかもしれませんが、それは全く違います。たくさん人がいると海の上のこんな小さな島でも栄えた町のようになるのです。病院や銭湯といった生活に欠かせない施設はもちろん、神社や旅館、映画館や雀荘、ビリヤード場といった娯楽施設もありました。それだけでなく、炭鉱で働く若い男性たちのために遊郭までありました。今でいう風俗街ですね。遊郭は3軒ほどありました。2軒は日本人用の遊郭で、1軒は朝鮮人用の遊郭でした。朝鮮人用の遊郭では朝鮮人の女性が働いて、炭鉱で働いている若い朝鮮人の男性を相手していました。他にもパチンコ屋とかスナックまであって、会社の社宅に泊まり込みで働いている独身男性のための施設が充実していたのです。家族ごと移住している労働者も多かったので、学校もありました。この白い建物は小学校と中学校が一緒になっている学校です。7階建ての鉄筋コンクリート造りで、ものすごくでかい巨大校舎でした。1階から4階が小学校で、5階と7階が中学校になっていて、6階に体育館や音楽室、図書室などがありました。校舎は楕円形に長細い軍艦島の先に建てられているんですけど、これは子供たちへの配慮のためです。ギチギチに建てられているアパートに住んでいると、日の光が全然当たりません。日照時間がかなり短いのです。そのため、家のアパートに日が当たらないんだったらということで、せめて学校には日が当たるようにと島の端に建てられ、他のアパートに比べてかなり特大の窓になっています。遮るものがないので日がよくさして、窓からの眺めも一面のオーシャンビューでした。また校舎の屋上には田んぼや畑があり、農園実習のような授業が屋上で行われていたのです。というのも、軍艦島は狭すぎて田んぼや畑が全くない環境で子どもたちが育つので、
子供たちは田んぼや畑を一切知らないまま大人になってしまうのです。それは教育上良くないということで、田んぼや畑を屋上に作って実習させていたのです。田んぼや畑がない、緑が一切ないとなると、子供だけではなく大人もなんとなく落ち着きません。そのため学校の屋上以外にも様々なアパートの屋上で植物が育てられていました。日本で初めて屋上緑化が行われたのも軍艦島なのです。それだけでなく、少しでも自然があるような雰囲気を出したいということで、壁が緑色で塗装されていたりしました。これだけ全く緑がない環境で人間が過ごすと、緑を見たい、植物を見たいという気持ちになるのがわかります。他にも軍艦島で苦労したのは水の確保です。最初は海水から塩を作る製塩所で、海水を塩と真水に分けて、その真水をみんな飲み水として使っていたんですけど、それだけでは全然足りなくて、軍艦島では常に節水生活でした。炭鉱で働くと体が真っ黒になるんですけど、まず海水で汚れを落として、最後に真水で軽く流すという感じでした。しばらくすると、長崎本土の方から水を積んだ船、給水船が来てくれるようになるんですけど、それでも全然足りなくて、最終的には海底水道が出来上がりました。海底6500メートルのところに水道管を施設して、長崎本土から水が供給されるようになったのです。海底水道が作られたことで、かなり水の状況が良くなって、三菱のお偉いさんが住んでいるアパートの中には個人用のお風呂ができたりしました。海底に水道管を引くなんていう大規模な工事ができるのも、それだけ軍艦島で取れた石炭を売れば儲かったからです。電気も初めの頃は島内の発電所で賄っていたんですが、最終的には海底に電線を通して、軍艦島から北に 3km くらい離れた大きな島、高島で作られた電気が送電されていました。送られてきた電気は、炭鉱で使われる大型機械を動かすためにはもちろん、各家庭にある家電にも使われていました。寮の家賃は安くて、炭鉱の給料も良かったので、みんな羽振りが良くて、軍艦島での家電の普及率は極めて高かったのです。例えばテレビの普及率は、昭和33年時点で日本全国で 7.8% しかなかったのに、軍艦島ではなんと 100% でした。日本初の鉄筋集合住宅、日本初の屋上緑化ときて、これまた日本で一番早く家電の普及が進んだのです。小さな島にぎゅうぎゅうになって人が暮らしているという特殊な環境だったけど、給料は高いし、娯楽施設もあるし、みんなでテレビでも見て幸せに暮らしていたというばかりではありません。軍艦島にも闇の部分があります。強制連行です。1910年から日本は朝鮮半島を統治しており、朝鮮半島も日本の一部のような扱いでした。朝鮮半島出身の朝鮮人も軍艦島の炭鉱で働いていたのです。この朝鮮人たちを無理やり朝鮮半島から連れてきて、強制的に働かせていたのではないかという疑惑があるのです。この辺は結構議論があって、強制連行ではなくて、軍艦島でこういう条件で働いてもらいますよということを分かった上で、自分から応募して働いていたんじゃないかとか、すごく過酷な環境で働かされていたとは言っても、別にそれは朝鮮人労働者に限ったことじゃなくて、日本本土から軍艦島にやってきて働いていた日本人も十分過酷な環境で働いていたから、そこに人種による差別はなかったという話があったり、真実は定かではありません。そもそも軍艦島での労働がきつすぎたということも指摘されています。軍艦島には炭鉱での労働が過酷すぎて、島から泳いで逃げ出そうとした人も多くいました。対岸の長崎本土までは 5km くらいありますし、波も荒れているので、泳いで軍艦島から逃げ出すのは現実的ではありません。それでも身投げ同然という感じで海に飛び込んでいく労働者も多かったのです。軍艦島の端の方に、そういった労働者を慰霊するための慰霊碑が建てられています。こんな小さい島でありながら、最新の設備が揃っていて、未来都市みたいな感じでもてはやされていた軍艦島ですが、朝鮮人労働者への差別疑惑があったり、過酷な労働環境であったりするなど、負の側面があったということも忘れてはいけません。何はともあれ、大きなアパートに人がたくさん住んでいて、みんな炭鉱で働いて、どんどん石炭を掘り出してという感じで、軍艦島は賑わっていたんですけど、ある日を境に軍艦島は一気に廃墟と化します。エネルギー革命が起こったのです。1950年代に中東やアフリカで相次いで大油田が発見されて、石炭の代わりに石油が使われるようになったのです。
そのためもう石炭はいらないよ、石炭は使いませんよということになって、石炭を採掘するための島軍艦島は昭和49年1974年1月に閉山しました。あれもこれも日本初という感じでブイブイ言わせていた軍艦島でしたが、石炭を掘らなくなった以上、人々は軍艦島に残る必要もないわけです。こうして閉山から3ヶ月後の1974年の4月には、島に住んでいた人たちも一斉に退去して、軍艦島は一瞬にして無人島になったのです。人がたくさん住んでいた頃の軍艦島は緑とか一切なかったんですけど、1974年に無人島になって、それから50年ほど経過した現在では植物が生い茂っています。だんだんと人が減っていって廃墟になったというわけではなく、大にぎわいで人がたくさん住んでいたのに一斉に一人も人間がいなくなったということで、時が止まったような状態の人工島に植物が生い茂っているという何とも言えない幻想的な感じになっているわけです。こんな島はなかなかないので、軍艦島は廃墟マニアにも人気が高いんです。本当に室内には昭和の様子をそのまま表すようなテレビとか洗濯機とか冷蔵庫とか子供用のおもちゃとかがそのまま残されていたりして、軍艦島は昭和のタイムカプセルと言われていたりもします。無人になった軍艦島には灯台が建てられました。人がいた頃は24時間稼働の炭鉱があったので、常に軍艦島は明るく光っており、眠らない島と呼ばれていました。人がいなくなって初めて軍艦島が暗くなったわけです。そこで夜に軍艦島の存在を示すための灯台が初めて建てられたのです。今現在軍艦島は無人島で、軍艦島を訪れるのは軍艦島の歴史に思いを馳せる観光客だけとなっています。まとめますと、軍艦島はもともと海の上に浮かぶただの小さな無人島で、炭鉱として注目されたことによって多くの人々が移り住んできて、最新鋭の建物が次々建てられて、小さな島でありながら栄えた町のようになった。その後エネルギー革命が起こったことで石炭が不要になり、人が一気にいなくなって廃墟となったのですが、世界遺産になったことで観光客がたくさん訪れるようになったといった具合になります。今日は軍艦島解説しました。他にも紹介してほしい施設や場所がありましたらコメント欄で教えてください。動画が勉強になったと思った方は高評価ボタン押してくださいね。ではまた。